先週1週間ってさ、ゲーム好きな人にとってはお祭りみたいな1週間でしたよね。ビッグなニュースがどんどんどんってたくさんあって、めちゃくちゃ大興奮の1週間でしたね。というわけでどうも皆さんこんにちは、ケージチャンネルです。今日の動画はですね、1週間ぐらいのゲームのニュースを振り返る動画となっております。ゲームのショーケースの話題なんかはその都度動画にはしているんですけれども、今日の動画で今一度1週間の振り返りとしてまとめてどんな発表があったのかっていうのをおさらいしてみるとともに、それ以外のゲームの話題なんかも触れていこうと思います。なので動画の前半部分はすでに別の動画にもしてあるような内容のおさらいとなっております。動画の中盤以降は今日初めて触れる話題となっております。おさらいは別にいいっていう方はうまく動画を飛ばしながら、あのチャプターを設定しておりますので、やりくりしていただければと思います。では行ってみましょう。やはり一番大きな話題といえばファイナルファンタジー7リバースの発表でしょうか。こちらのゲームはファイナルファンタジー7リメイクプロジェクトの続編となっております。ファイナルファンタジー7 25周年を記念した動画配信の内容で発表されております。発売時期はネクストウィンター、今年の冬はディスウィンターなので、ネクストウィンターは2023年の冬という形になります。そしてファイナルファンタジー7リメイクのプロジェクトは3部作ということも発表されました。しかしながらそれ以外にクライシスコアファイナルファンタジー7リユニオンが発表されまして、ザックスを主人公としたファイナルファンタジー7クライシスコアのリメイクとなって、リマスターとなっております。でも結構リメイク寄りな感じなんじゃないかなというふうに思っておりますけれどもね。ファイナルファンタジー7リバースに関しましてはまだ対応機種が PS5 としか発表されておりません。クライシスコアに関しましてはパソコン、Xbox、スイッチなども含めて全機種対応となっております。そして同放送内でファイナルファンタジー7エバークライシスのクローズドベータテストの実施が告知されました。まあまだ告知されただけで募集とかは行われてないみたいですけれどもね。2022年に配信される予定のスマホ向けの RPG となっておりまして、基本プレイ無料、アイテム課金制のファイナルファンタジー7のもう一つのリメイクの可能性という形で作られております。こちらではね、ファイナルファンタジー7のそれこそ全てのシリーズを網羅した作品にしたいというふうに言ってるみたいですけれどもね。配信後一気に全てが遊べるというわけではなくて、章立て配信となっているみたいですね。そしてさらにですね、ファイナルファンタジー7リメイクインターグレードの Steam 版も配信が開始されました。今なら 29% オフで購入できます。これいつまで 29% オフになってるのか分かりませんので、ご自身の目でご確認くださいませ。 30% オフじゃないところが憎いよねその 1% 何なのってちょっと思ったりはしますけれども、まあといったところがですね、ファイナルファンタジー7関連の発表内容のまとめとなっております。まあそれ以外にもグッズの予約が始まったりですとか、まあいろいろあるんですけど、その辺はですね、まあ本動画を見ていただければと思います。ファイナルファンタジー7リバース、リバースってやってリバースだと思うんだけどその辺に関してはちょっとね、いろいろこう思うところもあったり、まあ、考察したい感もあるじゃないですか。別の動画でね、後日、やっていこうかなと思っておりますので、それはそれでまた楽しみにしていていただければと思います。みんなで、ね、FF7 のことあらこうだお話しするのってすっごい楽しいなと思ってて、先日の動画についたコメント欄とかもね、拝見させていただいておりまして、なんか結構みんないろいろ鋭いところピッと見てるなっていうのがすごい感じでですね、めちゃくちゃ楽しいです。後日動画また作りますのでね、その時はまたぜひお付き合いください。そしてカプコンショーケースも行われましたね。バイオハザードビレッジの DLC が発表されまして、この DLC が神 DLC でしたよね。バイオハザードビレッジの後日談を描く物語とマーセナリーズの追加要素、そしてバイオハザードビレッジ本編の TPS モードが用意されます。これが結構驚きですよね。FPS だからちょっと遊べないんだよなって言ってる方って正直結構多いと思うんですよ、日本の場合特に。まあ、TPS になるんならやろうかなっていう方は結構いるんじゃないかななんて思っております。そしてですね、バイオハザード7、バイオハザード RE2、バイオハザード RE3、こちらがですね PS5 版、そして Xbox シリーズ X、シリーズ S 版の配信が開始されました。 PS4 版などをすでにお持ちの方は100円でアップグレードが可能となっております。これカプコンショーケースで発表されて即日配信だったんでサプライズ枠でしたよね。私も思わずアップグレードしちゃいました。そしてモンスターハンターライズの体験版が6月15日から配信されました。また例によって初級、中級、上級と分かれておりまして、上級はまためちゃくちゃ難しいんでしょ。だけどあれですね、そろそろ何日か経ってるので多くの人がクリアし始めた頃なんじゃないかと思います。ちなみに私ケージチャンネルはと言いますと、サンブレイクをパソコン版で遊び直したいと思っておりますので、今またパソコン版でタッチを使って1からゲーム遊んでます。
そちらの様子はゲーム実況チャンネルでたまにライブ配信でやったりしてますので、興味ある方はよかったら、まあ、ゲーム実況の方のチャンネルも登録していただいてお付き合いいただければと思います。まあ、そんなにうまいプレイではないんで、いや今までで前までは笛を使ってたから、笛をなんかちょっとあの強い武器にしたいなと思ってタチを使い始めました。でもタチ使ってて思うんだけど、妙に笛が恋しくなってきてる妙に。まあどの武器も魅力があるっていうことだと思います。それがモンスターハンターシリーズの強いところだと思いますよね。久しぶりに遊んだらこれがまた面白いわけですよね。ただ問題はですね、まあサンブレイクに私ちょっと間に合うのかどうか、ギリギリの瀬戸際のところにいますといったところです。そしてですね、カプコン関係でこのままちょっとお話ししますけれども、ドラゴンズドグマ2の制作が発表されました。制作しているそうです。鋭意制作中。先日ですね、ドラゴンズドグマ10周年の記念放送を行っていて、その中で発表されました。でね、ドラゴンズドグマ、これ、まあ、カプコンのゲームなんですけど、なんで、その、カプコンショーケースの中でやらなかったんだろうってちょっと思っちゃってます。いや、変な話ね、この発表ね、ファイナルファンタジー7の放送の、と同じ日でやっちゃったから、ね、セブンにちょっと食われちゃってるんですよね。ちょっともったいないなと。まあ、ただドラゴンズドグマ2に関してはまだね、制作中ということが発表されただけで、ゲーム映像等々は全く出てきておりませんので、まだもう少し時間がかかるのかなというところかもしれませんけれども、ドラゴンズドグマはそもそも結構ファンの多い作品でもありますから、これ待ってたっていう声がね、コメントとかにも結構多いんですよね。ファン待望のシリーズ最新作ということでね、続報を待ちましょう。ドラゴンズドグマってあれなんだね、世界累計590万、まあ、シリーズ通して590万本も売れてるんですね。カプコンってめちゃ強いね。そしてですね、 Xbox& ベセスダゲームショーケースでは、こちらもすごいたくさんのゲームが発表されましたよね。中でもやっぱり注目はベセスダの新作スターフィールドでしょうか。その映像やゲームの規模は今まで伏せられておりましたけれども、このショーケースで発表されまして、誰もが度肝を抜かれたんじゃないでしょうか。ちょっとベセスダのゲーム先を行きすぎてて、なんかちょっと格が違うよなとかちょっと思っちゃったぐらいなんですけれどもね。それ以外にもですね、小島プロダクションのゲームがマイクロソフトスタジオと提携して今作られているという発表もされております。で、誰も見たことも遊んだこともないような新しいゲームを作っているということが発表されました。まあ、それもゲームのタイトルや内容なんかはまだ発表されていないんですけれどもね、その辺もとても気になるところではあります。さあ、みたいな感じで先週のゲーム発表会はマジでめちゃくちゃボリューム満点でした。まあ、この振り返りだけではですね、すべての内容をお伝えすることはできませんので、まあ、お時間ある方はぜひね、本放送の方を見に行ってですね、まあ、その時の熱狂ぶりとかをちょっと確認していただきつつ、他にどんなゲームがあったのかなんていうのもね、確認していただければいいのではないかなと思います。さあ、ではここからは先週動画では触れてない内容で新しい話題の話なんかをしていきたいと思います。結構気になるのがこれですね、プレイステーション5のプロコントローラーみたいなものが開発中だそうです。いや、開発中かなみたいな感じだそうです。しかもですね、今後数週間のうちに公開する可能性があるともされております。プレイステーション5のこの新しいコントローラーのコードネームはハントという名前のものになっているようでして、取り外しができるアナログスティックやトリガーストップがあったり、背面ボタンがついていたりなど、より快適にゲームができ、なおかつ、まあ、e スポーツ系のゲームにも非常に適しているような内容のものになってくるのではないかと思われます。まあ、スティックが取り外せるなんていう部分に関しては、ひょっとしたらドリフトが起きた時にスティックだけ取り替えてどうにかできるようにしたいんじゃないかというふうに、まあ、海外のそのメディアの記事では触れられておりますが、その辺の真偽に関してはちょっとわかりませんけれども、まあ、スティックが取り外せるっていうことはそういうことなのかもしれませんね。まあ、何よりも背面ボタンはやっぱりですね、待ってる人多いんじゃないでしょうか。あれあるだけですごい便利ですからね。スカフとかね、めちゃくちゃ人気ですからね。日本では正規で販売されてないですけれども、日本人でもね、その輸入販売で購入してる人もかなり多いんではないでしょうか。まあ、しかしながらこの辺の情報はまだ公式からの発表というわけではないので、まあ、実際には行われるかどうかはわかりませんので、まあ、気長に待ちましょうといったところでしょうか。まあでもね、次のコントローラーの話とか来られても、まだ PS5 が買えてないんですっていう方はまだ結構いらっしゃるんじゃないかと思います。この内容もちょっとね、先日別の動画で触れましたけれども、今日本では PS5、Amazon で招待制の販売が再開されております。
Amazon の PS5 販売ページに行けば招待ボタンがありますので、まあ、そちらを押しておけばね、まあ、順次メールが来て、購入するかしないかというのを決断できるかと思いますので、まあ、いつ買えるのかとかね、まあ、結局それって抽選だよねみたいなところあるかもしれませんけれども、欲しいなと思ってる方はボタン押しとくだけの簡単な作業なので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。いや、まあ本当にね、まあその PS5 や、まあ、Xbox とかもそうなんですけども、今ね、多くの人の手に渡りにくいゲーム機は本当に一刻も早くなるべくその欲しい人の手にね渡るのを、まあ、我々にはそれを祈るしかできないんだけれども、みんなで祈りましょうね、まだ持ってない人のために。いや、だってほら、みんなで持ってた方が絶対さ、より楽しいじゃん。みんなで話も盛り上がれるしね。では続きましての話題です。先ほどね、Xbox& ベセスダショーケースの中で、スターフィールドのゲームの内容が発表されたなんていう話題をしておりましたけれども、それについての話題です。発表の中では、スターフィールドのゲームの中では、惑星が1000個以上あって、どの惑星にも着陸できるみたいな話があって、ものすごいボリュームのゲームだなと感じた方は多いと思います。しかしながら、その辺をめぐって結構ね、議論が行われてるみたいです。まあ、単純に言うと、そんなに惑星いるのかっていう話らしいです。この辺の議論は主に海外の方で特に活発みたいでして、何にもない星がたくさんあるぐらいだったら、密度濃く作られた惑星が何個かある方がまだいいっていう風に感じてる方もいらっしゃるみたいです。しかし逆の意見で、1000個の惑星を自由に探しながら行き来するのはそれはそれで楽しいと感じている方もかなりたくさんいるみたいで、まあ、ゲーム内容についてね、ちょっとすでに発売前からもう意見が分かれてたりします。いや、そりゃそうだよね。1000個の惑星行き来できるなんて、今までにそんなゲームなかったわけだから、どういうものになるのか実際に遊んでみないと分かんないんで、ここはね、議論されますよね。で、ですね、PC ゲーマーの記事によりますと、このスターフィールドなんですが、1000個の惑星に、シームレスに着陸するようなゲームではないというふうに言っているみたいです。というか、まあ、PC ゲーマーの記事になっておりましたけれども、おそらくこれはトッド・ハワードさんが、そういうふうにインタビューで答えてたんだと思います。まあ、言い換えると、宇宙空間と惑星空間があって、そこにはつなぎ目があると。着陸すると画面が切り替わって星に降りるとか、そういう感じになるんだと思います。これに関してトッド・ハワードさんは、シームレスに惑星に降りることはさほど重要なことではないと言っているみたいです。もしシームレスにやってしまうと、その宇宙から惑星に行く、あるいは惑星から宇宙に飛び立つっていう、その一連の動きがさほど重要ではないのに、すごい多くの時間をゲーム内で費やさなければいけなくなる。なので、そういう風にはしていないという風に答えているみたいです。まあ、もうちょっと記事の内容はすごく細かく書かれておりますので、PC ゲーマーの該当の記事をね、まあちょっと英語ではありますけれども、皆さん見ていただければと思いますけれども、大事なのは宇宙にいるとき、そして惑星に降り立っているとき、それらのプレイを可能な限りよく見せ、プレイできるようにすると言ってますね。まあしかしながら、このゲーム、今までのどんなゲームよりも多くのコンテンツやクラフトが用意されているということですので、プレイヤーに多くの自由を与えるとされております。さあ、果たしてね、実際に発売されて、まあそういった点がどのようにゲームプレイに影響するのか、こればっかりは本当にね、体験してみないとわからないですよね。まあこれを体験するまでに、ああなんじゃないか、こうなんじゃないかって言って、議論を交わすのも、また楽しかったりするかもしれませんけどね。まあ、ゲームにおける楽しい議論っていうのは全然いろいろあると思うんですけど、またちょっとね、楽しくない議論が起きてるっぽいんですよ、楽しくない議論が。同じように先ほど Xbox のショーケースで、小島監督のゲームが Xbox ゲームスタジオと提携して作られてるというふうに言いましたけれども、これに関してですね、海外のゲーマーの方々がとある署名活動を始めたらしいんです。どういう署名活動かというと、Xbox 向けにゲームを開発するのを中止する署名活動だそうです。もう何やってんすかね、これ。しょうもないことやって。これはですね、まあ、署名活動の言い分としては、小島監督のゲームを Xbox のゲームの独占にさせてはいけないみたいな感じの署名活動だそうでして、で結果中止させようという、その署名。まあ、署名したからって中止なんてまずなりませんし、そもそもなんでそんなことをするのかっていうのは全く見えてこないですけどね。その小島監督のゲームが遊びたければ、ね、Xbox のサービスに入るなり、ゲーム機本体を買うなりすればいいと思うんですけれどもね。まあ、日本でもたまにその、なんだろう、どっちのゲーム機がより優れているかみたいな論争みたいなのとかってあったりして、なんかゲーム機好きな人たち同士の派閥で、なんか結構こう小競り合いではないんですけど、喧嘩してたりもするんですけれども、まあ、海外でも同じようなことが行われておりますよね、という感じですね。いや、だってこれさ、中止しろとか言ってさ、中止したら単純にゲームが少なくなるだけだから何にも楽しくないわけじゃないね。
や、なんかそれこそね、Xbox と小島プロダクションで、まあ、提携してゲームを作っているっていう発表をしたところ、海外の方ではおそらくね、小島プロダクションに直接、今後は Xbox 以外ではゲーム出さないのかみたいな問い合わせが多分殺到したんだと思うんですよ。小島プロダクションのツイッターアカウントでは、SIE とも非常にいいパートナーシップを継続していますのでご安心ください、なんていうコメントが出ています。こんなコメントをゲーム会社の、ツイッターアカウントで言わなければならないほど殺到したっていうことは、まあなんだろう、プラスに捉えるとしたならば、小島プロダクションは世界中のファンが多いっていうことで、まあプラスの意味かもしれませんけれどもね。ただまあどこのゲーム機でゲームを出すのかっていうところに関しては、まあビジネス的な側面が非常に強くなっていきますので、どこで出しても応援してあげたらいいんじゃないかななんて思いますけれどもね。ゲームはね、楽しんでやってるうちはね、なんかそのね、楽しいわけですけれども、まあ、変な小競り合いが始まった途端、なんか妙につまんなくなっちゃいますからね。ちなみになんですけど、その小島プロダクションで Xbox と提携して作られてるゲームは、ホラーゲームのオーバードーズと呼ばれる作品。先週ちょっと話題にしましたけれどもね、まあ一人称、あるいは三人称視点で遊べるホラーゲームである可能性が非常に高いというふうに言われておりますが、まあ実際のところはまだ発表されてませんので、楽しみに待ちましょうといったところでしょうか。さあでは続きましての話題です。ちょっと前にね、私動画で紹介したゲーム、V ライジング。これ今年発売されたゲームの中で、今非常に人気のあるゲームなんですよね。まあ、海外のゲームであってですね、まあ、日本語版がなかったんですよ。私は日本語化のモッドを入れてゲームをプレイしていたんですが、先日、こちら V ライジングが日本語にも対応しました。ちょっとご覧いただいている映像は、私が日本語化のモッドを入れてプレイしていた映像になっているかと思いますけれども、まあ、気になっていた方は、公式でも日本語対応してますのでね、安心して遊べるのではないかと思います。気になってた方は、ぜひ、今がチャンス。さあ、といったところで、1週間のゲームニュース話題なんかを振り返ってみました。まあ、主にゲームショーケース発表系の内容に基づいた話題がすごく多かったかなと思いますが、まあ、とてもエキサイティングな1週間でした。まあ、ただですね、大枠の発表会はこれでもう一旦終了したかなという感じになりますので、まあ、来週以降またちょっとね、落ち着いた週になってくるかもしれませんけれども、それでもゲームの話題だけで、まあ、たくさんね、毎週毎週楽しい話題があったりしますので、また来週ね、この動画でどんなゲームのニュースがあったのかっていうのをおさらいしていきたいと思います。その時はぜひ皆さんまたお付き合いください。というわけで今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあねー。